歯科カレッジ緊急生放送を始めていきます。こちらの放送に関しては事前収録になりますのでご了承ください。本日のゲストはケアポットの高橋さんにいらっしゃっていただいてます。高橋さん、こんばんは。こんばんは。今日もいらしていただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私が高橋さんとお会いしたのは多分新宿の医界塾、新宿の医界塾あれだった気がする。どなたからご紹介が先？いや、高橋さんに会ったのは多分あれ紹介が先だっけ。いやでもちゃんとしっかり話したのは新宿の医界塾だったような気がするけど、まあ、これご紹介いただいた気がする。そっか、あ、紹介もした上で事前に会ったのかな、うん、だと思います。ご紹介いただいて、だだ紹介していただいた方、うん、誰か覚えてないけどありがとうありがとうまあそんな中でね、まあまあいろいろと話をしてて、まあ、あのエンディングノートの話になったけど、エンディングノートってなかなか書きにくいよねって話から、実はこんなことやってんだみたいなことを聞いて、おーっていうところからもう3年ぐらい前、それぐらいは、うん、はあ、時が経つのは早いことで、ツンツンということで、じゃあ本当にねえ、いやいやいや、じゃあ早速共有しながら、多分高橋さん自己紹介そこに入ってますよね、スライドの中に。はい、簡単に入ってるので、はい、じゃあ、はい、そのまま講演お願いいたします。はい、では画面を共有させていただきます。はい、お願いします。はい、えい、共有で検索するから、では早速ちょっと自己紹介をさせていただきます。はいはい、まあ私は今ケアポット株式会社という会社をやっていまして、あ、高橋よし子と申します。はい、お願いしますお願いします。で、今ケアポット株式会社という会社をやっているんですが、もともとは携帯電話やとか、あとは人材派遣会社、そしてマーケティング会社というふうに、人を大切にしたコミュニケーションをテーマに、会社をやってきました。で、まあちょっとお遊びのように趣味なんてことは書いてありますが、最近ゴルフに思いっきりハマってます。おで、はいちょっと アイアンを新しくしたらすごく楽しくなっちゃいました。いいですね。で、なぜ、私が、介護業界に入ったかっていうと、実は2013年に母が脳梗塞で倒れて、その時に母の介護をした時、なんか初めてこの介護っていうことをしてみて、全然やっぱり家族に対してサービスが足りないなって思って、なんか自分が感じたことをきちんと形にして事業を起こしてみたいって思って、その2015年にこの会社を建てたんですけれども、その時になんか介護って暗いイメージないですか？まあ介護ってついただけでイベント人来なくなりますからね。そうですよね。すごく暗かったりネガティブだったりっていうイメージがあって、で、そうは言っても介護なんて自分の親が普通に年を取ってどんどん人を手がなきゃ生活ができなくなってしまったっていう普通のことなのに、なんでこんなに暗くなるんだろうって思って、いやいや、もっともっと楽しくやっていきたいな、大切な親との時間だからこそって思って、介護に楽しさをプラスするをテーマにうちの会社を設立しました。はい、で、はい、やっぱりなんか介護する人される人、その家族、介護に関わる全ての人が手をつなぎ合えるような社会づくりにしていくことが大事だなと思っていて、会社の授業としては仕事と介護の両立というところで、働いている人たちが親の介護で会社を辞めない、なんと今年間10万人の方が介護によって離職をしているっていう風に起きているので、そういったことがゼロになれるように、そして、私がこれから紹介させていただく親ブックというものを出版をして、その活用セミナーなどをしております。はい、
で、まあ、親ブックって何かっていうのと、親ブックをなぜ作ったかっていうところなんですが、親ブックを作った理由は、私が一番親の介護をしてて役に立ったのが、親のことを知ってたことなんですよ。で、やっぱり親のことを知っていて、例えばうちの母のことを、うちの母ってすごく、実はダンスが好きで、昔ってエアロビックスをやってたり、結構アップテンポなもので、まあ、活発な人だったんですけれども、まあ、そういった話を皆さんにすると、そういった会話にしてくださったっていうのがあって、どんどん母と看護師さんとか介護士さんとかの会話が増えて、母が笑顔になる日が増えてきたんですね。うん、で、そういうことってすごく大事だなって思って、で、母が笑顔になると私も笑顔になって、その喜びを今度また介護士さん、看護師さんに感謝とし気持ちで伝える。そうするとまた向こうからも笑顔が返ってきてっていう、その笑顔の輪ができた。こういうものを作っていきたいっていうので、親ブックを出発しました。はい。はい、で、その親ブックっていうのは、いわゆるエンディングノートとはちょっと違っていて、親と子が日常生活についてとか、趣味やこだわりについて話しながら書き込んでいく、コミュニケーションブックになっています。で、対象としては、まあ、私世代40、50の子供たちが親と会話をしながら親のことを聞き出したり、またはちょっと照れくさい人は子供を入れて、お孫さんからちょっとね、ね、親のこと聞いとこうよって言って、聞いてもらって3人で会話をしたりとか、あとは、家族だけではなく介護職の方たちが、高齢者、入居者さんや利用者さんの方とコミュニケーションを取りながら、その方を知っていただくというようなツールとして、現在ご家族、そして介護施設さんなんかで使っていただいています。で、特徴としては6つのカテゴリーに分かれていて、暮らし、自分史、旅行、食、カルチャー、ワードロープという、その人の生活に合わせたことが書き込めるようにカテゴリーを分けています。で、親のことを知っていたり、考えたり、コミュニケーションを深めることが目的なので、エンディングのように、ノートのように、いろんな資産とかを書いたりっていうことよりは、その人のことを知っていくっていうことを大事にしているものになっています。はい、で、この6つのカテゴリーが、それぞれ特徴を持っていて、暮らしだとその人の日常生活、自分史だとその人の歴史、そしてよく行ってた場所などの旅行を書いたり、で、食のところではレシピなんかも書けるようにしてます。さらにカルチャーっていうと、その人の趣味っていうのを、今の趣味や昔の趣味を聞き出して、ワードロープでやれば、どんな服が好きか、どんな色が好きかなんてことを聞いていくことができます。で、この発行ですが、私を中心として多くの医療、そして福祉、介護の方たちに関わっていただいています。皆さんもご存知の方がこの企画協力のところにいらっしゃるんじゃないかななんて思っておりますが、多くの方のご意見をいただきながら、しっかり可愛いだけじゃなく、しっかり使えるものというもので作り上げました。そして現在では第3版まで来ておりまして、やはり内容を少しずつ改定していく中で、視認性の向上として色の変更や、あとはここがかなり人気なんですが、旅行というところでは、いろんなイベントやどっかのスポットというところで日本地図があって、そこに書き込めるようになっていたりとか、そういったものを作ったりしてます。そして一番はフリースペースを多く持たせているので、この私たちが作ったカテゴリーに収まらない、マイカーのことを書きたい、自分の、ペットのことを書きたいなんていう方は、フリースペースをどんどん活用して使っていただいています。そうですね、本当に大切な人に今からできることがあります。このノートをぜひ活用して、その方のことを知っていただいて、そして、より良いケアにつなげていただければなと思って、このウェブックを作っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次連絡先になるのかな？もうこれで連絡先、うん。そうですね、連絡先はないですね。かったですね。了解です。ないですね。大丈夫です。はい。なんか入れといてくださいみたいな。はい。概要欄に入れるんで大丈夫ですよ。で、ありがとうございます。はい。
まあもしかしたらそういえばここでエンディングノートの話題を一度も出したことがないなというのに今途中で聞きながら思っていたので、高橋さんの方からエンディングノートについてもちょっと軽くだけ話してもらっても大丈夫ですか？エンディングノート、うん、エンディングノートはやっぱりその人の情報を処理する、整理するっていう感じで、資産であったりだとか、まあその人の趣味思考というところでもあるのかもしれないですけれども、まあ本当に自分の情報を書き出すっていうところだと思うんです。で、そうですね、親ブック、そうですよね。で、親ブックっていうのは、その書き出したことが目的というよりも、そこをお互いが共有し合う家族であったり、介護職の方だったりとかと共有し合って書き出していくこと、だから書くことが大事というよりも書いてる過程も大事である。でさらに自分だけ、親が自分だけ持っておいて、いざという時にこれちゃんと整理してあるからねっていうんではなくって、まあ親ブックは元気なうちから見せていく周りにっていうのが大きなエンディングノートと親ブックの違いな感じです。そうですね、まあ、何が言いたかったかっていうと、エンディングノートで自分でその、はいはい、なんだろう、就活っていうその終わる活動の方ですねの時によく出てくるのことなんですけど、はい、要は自分のことを自分で書いてってねっていう話なんですけど、うん、なんかなかなかね、うん、進まないんですよね。書けないですよ、だって自分がそうなるなんて考えたいわけではないですから。まあ、一応就活って言ってますけど、いやそうこうじゃない、うん、まあ確かに残さなきゃいけないのは分かるけどっていう話だとは思うんですけど、そうだったら逆に聞いてもらって書いていくっていう方がやりやすいなっていうのはすごく思いましたね、うん、そうですね、なんかこううちにうちに向かっていくっていうのはよりネガティブになることかなと思ってしまっていて、それよりもオープンに聞いて聞いてっていうか、もしくは聞かせて聞かせてみたいな感じで楽しくそのやっていく方が書きやすいのかなっていうイメージはありますね。うんうん、そうですね。まあこれ多分作るのに相当大変だったんじゃないですか、高橋さん。そうですね。もともと私自身が親に聞いていたことをまず書き出して。そこからそのこのカテゴリーを6つに絞るのが実は大変で、その人の生活っていうと大きく分けてどこだろうとかっていうこのカテゴリー作るのが一番大変でしたね。なんかまあやっぱりそうお金のことを抜いたんですね。抜きました。それはまあ別にそれはそこで聞かなくていいかな的な、あのお金のことを書いてあるとやっぱりエンディングノートっていうかその聞きづらいじゃないですか、資産のことって。まあ確かに、うん、でそこで一気にハードルが上がるので、うん、なるほどね。まずこれを作ってみて、あなんかいろいろちゃんとあなたに資産のことも話しとかなきゃねって言ったら別でエンディングノートは用意していいと思うので、最初から聞くべき話題じゃないだろうと。そうなんですよ。でこのエンディングノートとの違いで、親ブックはみんなに見せてほしいので、そんな資産のこと書いてあるとみんなに見せれなくなっちゃうので。確かにね。そうなんですよ。銀行口座か介護士さんとかに、そう証券番号が何番でみたいな。それはちょっと病室とか介護施設の室内に置けないので。確かに、はい、ちょっと目的が違うという。確かにね。でまああとそのそうか、病院の入院してる時とかってまああれですよね、例えば介護施設に入った時にそのなんだろう、はい、服買ってきてくださいとかその靴買ってきてくださいって言われた時に、うん、あ靴ねって言って買いに行くけど、あれそういえば何センチだっけとかサイズなんだっけとかって分かんないんですよね、うん。そうなんですよ。だからで何色好きだったっけとか、普段どうしてるっけとか、でも意外と皆さんこだわりってあるじゃないですか。ありますね。うん。
で介護になった瞬間に自分のこだわりを一切無視されるって結構辛いと思うんですよね。あのよくある話ですね。よくお嫁さんとか娘が服買ってきてくれるんだけど全然趣味じゃないのよねみたいな。やっぱ自分で選びたいんですよね。そうなんですよね。で選んだり選んでもらってもありがとうって気持ちよく言えば向こうも気持ちよくまた買ってきてあげようっていうそのいい連鎖が生まれるんですけど、これ趣味じゃないのよねなんて顔に出るじゃないですか。ボロ、あの認知症が入ってるとね、あの理性のところが若干飛びかけるのでそのままダイレクトに言葉に出すっていう傾向があるので、うん、ともあの不幸の元になってしまうので、あと旅行が入ってるのいいですね。はい、旅行やっぱりどこ行ってきたのって、うん、その人にとってすごく印象に残っているものじゃないですか。そうですね。そう、なんか皆さん体調が悪くなってくるともう旅行に二度と行けないって思い込んでる方がとても多いので、まあちょっと前の方で本当にもう酸素を背負ってる状態の方が、まあ、ディズニーランドに連れてってもらったっていう放送の回も実はあるんですけど、まあ、それよく病院の先生が許したなとは思うんですが、そういったところでもその思い出のあるところに行けるんだよっていうのは、その思い出のあるところってじゃあ果たしてどこなのって話ですもんね。そうなんです。うーん、今池川先生がお話しいただいたようにその思い出のあるところに行ってきたっていうので、実はこの親ブックもそういう活用を施設さんがしてくださっていて、そのこの方の趣味、どこに行きたい、最後にどこで食べたいとかっていうのを引き出してくださって、でやっぱりそれを許した施設側もすごいなと思うんですけど、家族と協力し合ってその方の最後の願いを叶えるっていうことをやってくださってる施設さんもあって、それすごいですね。それをやっぱり引き出さなきゃいけないんですよね、ちゃんと。なるほど。いや、それ有料ですか？それ特養です。特養です。すごいっすね。すごいです。で、私が嬉しいなと思ったのは、そういうことが引き出せることで介護職が楽しくなっていくんだよね、この本って言ってくれて。ああ、そうだそうだそうだ、うん、あれ基本的に高橋さんも介護離職のことに関してセミナーやったりしてるんでしたっけ？はい、私は企業さん向けに、親の介護をしている人たちに対して介護離職しないようにっていうセミナーだったり、企業の制度設計とかの、お手伝いとかをしてます。あれ、実際にその介護離職ゼロの講演を依頼してもらってるところは多分そういう意識が高いところだと思うんですけど、実際に企業さん的にどういう見方で見てるんですかね。まだあんまり関係内容的な感じなんですかね。そうですね、まあ、大手さんはやっぱりそういったことに対して取り組むっていうのを、まあ、介護だけじゃなくて育児もそうなんでしょうけどやられている中で、やっぱり中小さんですとまだそこに対してその企業予算を作っていくっていうのも難しいですし、まだ例えば100人企業だったら、まあ、1人か2人っていう風になってしまうと、まだそこまでっていうのはあって、で、ただ、だいぶ平均年齢が高くなってきたから、そこに対してきちんとやらなきゃいけないよね、なんていうので、東京都で奨励金というものがあるので、それを一緒に使いながら、取り組みを推進したりとかっていうのは、中小企業さんとかには喜ばれてます。へぇ。そんなのあったんですね。そうなんですよ。そんなのが東京都も用意していて、育児のことと介護のことにおいて奨励金が出ているので、きちんと取り組む会社にはその取り組みに対して奨励金が出てます。へー、知らなかった。そうなんですよ、あんまり知られてなくって。なのでやっぱりね、やりたい、取り組みたいって言っても会社としてはそこにじゃあ専門家が入るには無料でってわけにいかないから、
まあでもそこまで予算はけないしなとかって、ね、他にやらなきゃいけないことも企業さんあるので、でもそんな奨励金が出てくれれば、そうなんだ。いや、あ、へえ、初めて聞いたかも。うん、それだと取り組みやすいですね。はい、そうなんです、そうなんです。なので、その取り方、取り組み方とかを一緒にサポートさせていただきながら、企業さんにその奨励金をもらっていただいて、私のセミナー代とかを払ってもらうっていうことになりますよね。ちなみに奨励金っていくらまで出るんです？アンケートとか、その一通り取り組まなきゃいけない取り組みの内容があるんですけれども、それを一通り取り組むと40万円出ます。なるほど、なるほど。でもいいことですね。はい、そうなんです。しっかり取り組んでいただくことができるので。そっか、まあね、正直介護離職に関しては、介護の専門の人ですら起こすっていう現状が今ある状態なので、まあそこの部分からまず整備をしていって、なおかつ一般の方にも浸透していけばいいかなっていうのが今の感想ですかね。そうですね、やっぱり介護って情報戦だと思うんですけど。そうですね、それはすごい思うかもねえ、本当その情報が難しいのか行き渡りにくい状況なのか何なのかっていうので、やっぱりで普通に自分の親が少し高齢になってきたなっていう方が、じゃあ介護の情報を取りに行こうって言うと、またそうでもなくて、うちの親は大丈夫って思って突然始まる。で、突然始まってしまうと、じゃあどうしたらいいかわからない、で介護離職しちゃうってことがあるので。そう、あれ前ね話してる時に、会社の中の大きいところだと、まあ、基本的に外の人と接触がないと会社の中の人事課に相談に行くよねみたいな話があって、でそこで断られると他どこ行っていいか分かんないから、じゃあもう辞めるしかないじゃんみたいな感じになるっていう話を前聞いたことがありますね。うん、そうなんですよね。だから人事の方も介護の専門家ではないので、で人事の仕事って本当介護以外にも、今で言えばね、テレワークのことも整備しなきゃいけないとか、そうですね、仕事が意外と多いので、じゃあ介護のこと聞かれても、まあ、こういう制度がありますよとは言えても、その先までっていうのは難しいと思うんですね。でも、じゃあ私たちは、どうしたらいいんですかっていうのを、誰に相談したらいいですかってなっちゃうので、ある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 ですよね。まあ最近はちょっとそんな人たちには私の YouTube を見てって感じなんですけどねちょっとまあ別で、その元行政の役人の方もその介護離職ゼロをやってるっていうので出てもらってるんですけど、在宅歯科カレッジの放送に。で中小企業の方に、社長に聞いたらしいんですよ。今どんな感じなんですかみたいなこと言ったら、うちはまだまだだよみたいな話、何も来てないしっていうので、社員全員にアンケート取ったらしいんですよ。でそしたら、実際に問題に直面してるのが 5% から 10% ぐらいいて、でさらに半数以上が将来に対して不安っていうデータが出て、あのアンケート結果を見た瞬間にもう一度ものすごい勢いで呼び出されたって言ってたので、なかなか、そうなんですよね、言えないだけ。そうですね、実態を把握していないっていうのと、あとはまあ今隠れ介護っていうこともあるので、会社になかなか話してないというか、このことって会社に話すことっていう文化がまだないんですよね。なんか自分の家のことって、なんかそれを相談すると恥だから言っちゃいけないみたいな風土が若干ちらりほらり。そうなんですよ。でまあ、話したことによってのメリットってあんまりないじゃないですか。想像がつかないってことかな、メリットの。そうですね、話すことによって、育児だったら頑張ってねとか、お子さん可愛いよね、なんかちょっと掛け声もあるんですけど、なかなか介護っていうと話してされた側もどう掛け声していいのかは難しいですし、慣れてないからか。はい、でさらに、まあ、それが、ね、出生というか今後仕事に影響して、お前大丈夫かみたいになられるのも、絶対に心配されるのも
困るじゃないですか。そうですね。難しいですね。いやいやいや、でもどうなんだろうな、まあ、そこは会社の中の風土もあると思いますけど、まあ基本育児も大変だけど介護も一緒だと思うので、逆にいや、まあどっちも大変ですよ、どっちも大変だけど、育児の方がだんだん成長していくから、ね、周りからのサポートがあっていけるんだったら多分その終わりがだんだん見えてくるんですよね。けど、うん、そうですね、介護に関してはね、終わりが、まあ終わりはあるんですよ、絶対に終わりはあるんだけど、なんだろうな、悪くなってくのをずっと見るからメンタル的に落ちるんですよね。うん、それはあると思います、うん、なおかつその自分のその親だと、よくうちの患者さんでもいるんですけど、あんなに元気だった母がとか、その見てなくて離れてる分、やっぱり大きなことがあると報告するじゃないですか、うん、そうするとやっぱり受け入れられない家族っていうのが結構いるので、うん、そこの部分は難しいですね。そうですね、なので会社の風土もそうですし、家族としての向き合い方もそうなので、うん、そこで言うとしっかり企業さんでそういったお話をさせていただいたりとか、結構大手さんでしっかりして企業さんだと、今も会社の、まあ、社内の中でそういったコミュニティを作らせてもらったりとかするんですけど、そうすると、全体には言いにくいけど、まあ、会社社内で相談できる人がいたりとか、参考になる先輩、介護の先輩がいたりとかすると、ちょっと安心感につながったりとか。全然違う。そうなんです、全然違うので、うん、そういう風な取り組みを少しずつ今始めてますね。やっぱりそうなってくると、やっぱり介護とか育児とかって、確かに個人のことだけど、会社の中の整備もやっぱり大事だなとは思いますね。大事です、本当に一人でできるものではないので、うん、いやー、まあ今回ね、ちょっと高橋さんの放送がまだいつになるか決まってないですけど、まあ大体100回ぐらいはやると思うので、聞いてて思うのが、そう、情報戦っていう言葉は本当に正しいなって思いますね、うんうん、もういかに、うん、でもその情報を知ってる強みのある人を捕まえておくっていうのも一つの手だと思うので、自分で全て収集するっていうのは結構限界があるので、特に医療介護系についてない方はよっぽど自分でそういった集まりに行かない限り知り合いは増えないので、そう、だからなんだろうな、周りにいる人でなんかこの人に聞いたら答えてくれそうっていう人をちょっとずつでも増やしていくのをできるといいですね。そうですね、私が企業でセミナーをやるときは、その情報をもらえそうな人がいるかどうか整理してみようってやるんですよ。へー、まず自分から発生するネットワークをちゃんと整理すると、意外と、あ、なんか親戚にこういう人がいたとか、あ、忘れてるのね。忘れてるんですよ皆さん。なんかちょっと話それますけど、なんか営業の鉄則みたいなやつですよね。そう、ね、いい人がいてもね、思い出されなかったらそれいないのと一緒だから、そう、そうなんです。いかに思い出してもらえるかを刻み込むことが大事みたいな。大事ですね、うん、本当に私何やってるのかだんだん分かんなくなってきたんですよね。この間もずっとマッサージしてた、私何の人だっけみたいな。まあでも楽しいですけどね。うん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 、うん、あとね、この間ね、あ、そうだ、後でケアマネさんに報告しなきゃ、思い出したよ、ちょっとした事案がありまして、うん、まあまあ結果的に初心で行った人だったんですけど、はい、あ、すごい攻撃的だったんですよ、娘さんが初っ端から。で、あ、これやばいやつかなと思って、介護疲れでやばいやつかなと思ったんですよ、最初初っ端の瞬間で。それでよくよく話を聞いてったら、なんか要はサービスを入れると基本的にまあ見て、専門職の人たちは理想を言うじゃないですか、
でそれに対してじゃあ毎週来ますねっていうそこの毎週来ますねの確認を取らずに契約をずっとさせられてたらしくて、そこでフラストレーションが溜まっていたっていうのが途中で分かって、なるほど、いやこれあるあるだなと思って、でとりあえずいやもうじゃあうちに関してはもう入れ歯壊れてたんですけど、まあまあまだ使えるし、まあまあいっかと思って、で人が来る方が疲れるっていうから、うん、じゃあまあ本当に困ったら呼んでって言ってっていう形で帰ってきたんですけど、なんかうん、なんて言えばいいんですかね、なんか専門職病あるある、あのもうちょっとちゃんと聞いてから入ろうみたいな。そうですね本当にあの意外とこうお互いのことを思っててもそのコミュニケーションがちゃんと噛み合ってないってことが、いやめちゃめちゃありますね、介護の現場は特に、だからもう話聞いてて、いやだから嫌だったら嫌って言っていいからねって言って、そう、あのお金もかかることだから、そこは契約だからちゃんと理解して、でそこに対してお金が払えないもそれは契約をしない一つの理由だし、人が入ってきて疲れるそれも理由だからって言って、そうだからちゃんと言っていいんだよとか、うん、そうなんですよ。ただそのね、介護職の専門家もなかなか言わなかったりとか、あとこちら側家族っていうのもどう聞いていいかがわからないし、何て伝えていいかわからないから言えなかったりするんですよね。いや、やりますね、全然やりますね、うん、自分も気をつけなきゃなって思いますけど、でもなんかね、やっぱりねそういう時って変だなっていう感覚になるので会話が成立しないんですよね、なんか普通の会話が、その精神疾患とかいう意味じゃなくて、なんかこうトゲがあるとか、うん、そういった部類の話なんですけど、うん、だからそういう時気をつけてみなきゃダメですよね、うん、そうですね、うん、そうなんですよ。で今私がその企業さんの相談窓口もやらせていただいてるんですけど、はい、その時にあのじゃあうちに相談するのとケアマネさんや地域包括に相談すると何が違うのって言った時に、あ確かに地域包括さん、地域包括やケアマネさんに何て話したらいいのを教えてるんですよ。あーわかる何聞いていいかわかんないんでしょ。ほらそんなことも 聞けるんだ。そうなんです、聞けるので、うん、こんな感じで聞いてみてくださいっていうことを聞くと、ありがとうございますって言って皆さんあの喜んであの納得されるので、結構聞き方がわからないとか聞いていいのかもわからなくて戸惑ってるってことが多いので、ある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 、超わかる、うん、あでもそれすごくいいですね。そうなんですよ、だって専門的なことはやっぱりケアマネさんだったりその現場の方の方が知ってることを汚すわけにはいかないので、うん、その方に聞いてもらうんだけど、聞き方っていうものがやっぱりあの伝え方っていうのが大事だったりするので、そうですね、いやそう、この間もその今老健に入ってる方が老健から徳屋に入る予定なんですよ、うん、で徳屋町で老健入ってるんですよ、うん、で老健って6ヶ月超えたら基本出されるじゃないですか、よっぽどのことがない限り、うん、特に都内なの でそしたらそれは介護施設のその老健のケアマネさんが次の施設はもう見据えてくれてるのよねみたいな言い方されたので、待て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 、それ確認したって言ったら、いやだってそんないちいち聞くのもすごい申し訳ないし、いやそこ確認しようって言ってなんで、いやそこ別事業体だからねって言って、いやまず私も今の段階で特養待ちだから、私これマックス6ヶ月行きそうだと思うのねって言って、でまずじゃあ6ヶ月過ぎた場合はどうなるんですかっていうか、それをまず聞きましょうかって言って、でそっから先じゃあ6ヶ月後はどうしたらいいですかっていうのをまず聞いてみましょうって言って、で提携してるところがあるからそこに入れますよ、それはいいと思うんですけど、今の段階では私は全くそこが見えてこないのでそこを確認しましょうって言って、怖い怖い、うん、そうなんですよ、怖い怖いなんですよ、めっちゃ怖いと思って本当なんです雑談で聞けたからよかったけどと思って、うんうんうん、いや
そうですよね。あ、でも高橋さん、それって、うん、高橋さんに個別に契約の金額を払って皆さん相談してるんですか？はい、いえ、うちの会社で法人契約を企業さんとやらせていただいていて、うん、その法人契約してる企業の従業員さんが、直接連絡をしてきて相談をするっていうような体験になってます。なるほど。なので法人さんの方からお支払いいただいてるから、はい、そこの社員さんに関しては無償相談を受けれるよという認識ですね。そうなんです。で、基本的には個人契約はしてにゃい？にゃいです。了解です。なので、興味のある社長さんが、高橋さんと連絡をするっていう形ですね。はい、やっぱり会社としてそういうサポートをするっていうのは社員をすごく大事にしているなってことにつながるので、うん、なかなか個人で契約してお金を払ってっていうのも個人も負担が大きいと思うんですよね、うん、なので、まあ、そこは企業さん頑張ってって感じです。なんかまあいろいろとね、その介護の相談場所みたいなところもあるんですけど、わざわざそこに足を運ぶまでもない相談っていうのが多分いくつもあると思うけど、そこを放置しておくと、うん、さっきみたいに例えば6ヶ月介護のね、あの老健に6ヶ月以上経って急に施設を探さなきゃいけなくなりましたって言ったら、その時点で問題が大きくなってしまうので、そう、その前に相談ができるところがあるっていうのを作っておくことはかなり大事なのかなと。かなり大事ですね。そういう場所があることによって結果が大きく変わってくるので、うん、そうですね。もう池川先生に話すことで全然変わったと思うんですよ、その方も。そうですね。もうね、あの今終了になってるんで患者さんじゃないんですけどね、もうなんかとりあえず心配だったのでかけたらそんな状態だよと思って、うん、そうなんですよね。そういう方すごい多いです。うーん、危ない危ない、本当に危ない。いやーね、あの、うん、どうぞどうぞ。なかなかその行政の窓口さんってそういう場所ではないじゃないですか。まあ行けるけど、多分行くときはこんな相談で行けないよねに、さっきの話になっちゃいますけどになるので、問題が大きくなってからしか来ないんですよね。そうなんですよね。でかといって、じゃあ身近な人で相談できる人がいるかっていうと、親の介護の話ができる人ってまだまだ少なかったりとか、じゃあネットで調べてもその信憑性っていうのを自分たちが測れないまま検索するの怖いですし、そうですね。そこで言うと、私はなんで企業さんと契約してるかっていうと、企業がしっかり契約してる場所だから安心して相談できるよっていう立ち位置も取りたいんですよ。なるほどなるほど、確かにね、確かにネットだと不安、確かに。はい、なるほど、さすがしっかり考えていらっしゃる。そう、まあどちらにせよ育児にしろ介護にしろ、一人で抱え込むと、あの基本的に抱え込んだ人を余裕で殺せるぐらい負荷がかかるものだと思っているので、そう、あの長男の嫁だからその人一人が見なきゃいけないっていうのは、それもちょっと違うと思うんですよね。なのでちゃんと周りのサポートを受けながら、うん、そのやっぱりそれぞれの人の人生があるので、そこを大事にしながら飲みに行ってもいいし、遊びに行ってもいいし、できる時にちゃんときちんと接して介護するとか育児をするとかっていうところをやっていければいいのかなって個人的には思ってます。そうですね、あの本当に息抜きをしながら上手に介護してもらって、あの介護って本当はすごく大事な時間、ちゃんと親と向き合えたり、ね、過ごせる時間なので、そこをマイナスにするかプラスにするかっていうと、ちゃんと向き合わないと、ね、悪い方向になってしまって悲しい事件が起きたりとかするから、うん、そうですね、できるだけ、うん、あの自分もリラックスしながら周りに力を借りながらプラスになるような方向に持っていけると、後悔のないあの介護ができるんじゃないかなとは思うので、はい、分かりました。あとなんか最後にお伝えしたいことあります？高橋さん。そうですね、まあいい時間に介護を使ってほしいなっていうことに対して、男性の方のその最近介護者が増えている中で、皆さんどうしても男性の方ってプライドもあるので相談しに来ないとか、
うちでこもっちゃって、それこそ本当に一人で抱え込んでる方は女性よりももしかしたら男性が多いんじゃないかななんて最近感じるので、男性の介護者の方たちも遠慮せずに相談に来てほしいし、相談するっていう行為が大事だなってことを知っておいてほしいなと思います。わかりました。やはり相談できる先を自分で見つけておくのが大事ということがとてもよく伝わってきました。ありがとうございます。じゃあそんな、高橋さんにご連絡をする場合はどうしたらいいですかね。会社のアドレスにメッセージをいただけると一番いいかもしれないです。わかりました。じゃあ、YouTube の概要欄の方に、高橋さんのところのアドレスは書かせていただきますので、ご興味のある方はそちらからお問い合わせよろしくお願いします。という形で、高橋さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとそのままお待ちくださいね。はい、という形で、自粛期間が続く間、毎日夜の10時から配信しております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねよろしくお願いします。というわけでありがとうございました。